ブラフ人は中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、南東ヨーロッパにおいて複数のラテン系の人々を指し示して使われる民族故障である。ブラヒ人、ワラキア人などと書かれることもある。ブラフ人と呼ばれる人々には現代のルーマニア人、アルーマニア人、モルラク人、メグルーマニア人、イストロルーマニア人などが含まれる。中でも自民族の国としてルーマニアを持つ ルーマニア人を除いた人々を指すことが多い。ブラフ人という呼称は、不外のであった。ブラフと呼ばれる、各民族は、それぞれ、ローマ人に由来する自称を用いてきた。メグルーマニア人は現在は自称として、ベラシーを用いているが、歴史的には、レマーニーを自称としていた。イストロルーマニア人もまた、ベラシーという呼び名を受け入れているが、ルマーニや、ルマーリも使われ続けている。 ブラフ人はトラキア人やイリュリア人、ギリシャ人などの古代からのバルカンの住民がローマ化されたものと考えられることもあるが、定説とまではなっていない。ブラフ人の言語は東ロマンス諸語と呼ばれ、共通のコレウマニア語から文化したものである。過去数世紀にわたり、ブラフ人たちはそれぞれ細かいグループに分かれていき、スラブ人やギリシャ人、アルバニア人、 クマン人などのの周辺の民族と混合していった中央、ヨーロッパや南東ヨーロッパのほぼ全ての国にブラフ人は少数民族として暮らしており、ハンガリー、ウクライナ、セルビア、クロアチア、マケドニア共和国、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ギリシャ、ブルガリアなどがこれに含まれる。これ以外に、ポーランドやチェコ、スロバキア、モンテネグロでは、 周辺のスラブ人に同化して、ブラフ人は見られなくなった。ルーマニアとモルドバでは、ブラフ人が民族的に多数派を形成している。ブラフという用語は、ゲルマン語で、違法人などを意味する、ウォーラという語に由来しており、古代ゲルマン人がラテン系やゲルト系の人々を指して、このように呼んでいたのが始まりとなっている。ウェールズ人やワロン人の呼称も同じ言葉に由来している。 スラブ人はかつて、ラテン人全般を指して、ブラフ人と呼んでいた。ポーランド語ではイタリアを指して、ラキーと呼び、また、ハンガリー語でも、イタリアを指して、オラサーサーグと呼んでいる。英語の詩、ウィツスでは、ローマ人を、ロムワラスと呼んでいる。その後、ブラフの故障は、時代が下るにつれて少しずつ変化し、現在のブラフ人たちのみを指すようになっていった。歴史を通じて、 ブラフ人の故障はしばしば民族としてのブラフ人ではなく単なる侮辱語として牧羊集団やムスリムから見たキリスト教徒などに対して用いられてきた。クロアチアのダルマチア地方ではベロッチ、ブラ、ベロッチ、ベラシーの語は沿岸部の人々によって内陸部の人々に対する軽蔑を込めて山の蛮族のような意味で使われる。ギリシャではラムダカエの語はソヤ、 非文化的な人間に対する不別語として使われるが、その正確な意味は単に田舎者であり、オメガロイオタタウイータと同義である。民族移動時代の大移住によって一部の集団が分立したことを除いては、ブラフ人たちはバルカン半島一円からポーランド、モラビア、クロアチアなどに居住してきた。彼らは良い牧草地を探して各地に広がり、スラブ人からは、 ブラフと呼ばれるようになった。バルカン半島のブラフ人分布地図、ブラフ人の遺伝子の特徴は他の南東ヨーロッパの諸民族と類似している。遺伝子分析の結果、異なるブラフ人の集団の間には遺伝上の隔たりがあり、ブラフ人が単一の血統集団ではないことを示唆している。逆に、これらのブラフ人たちは、それぞれの地域に住むスラブ人やギリシャ人の遺伝子と、 類似していた。ボッシュらは、ブラフが、ラテン化された、ダキア人、イリュリア人、トラキア人、キリシャ人や、これらの混合であるかを調べる調査をした。しかし、これらのバルカンの諸集団すべてに高い遺伝的、共通性があり、意味のある結果は得られなかった。バルカンの諸集団の言語学的、文化的な違いは、互いを遺伝子レベルで分断するほどには大きくなかった。 多くのブラフ人たちは、中世には牧羊を制御としており、南東ヨーロッパの山々を羊を連れて回っていた。ブラフ人の羊飼いたちは、北は南ポーランドやモラビア、西はディナルアルプス山脈、南はピンデス山脈、東にはカフカース山脈まで活動の範囲を広げていた。これらの地域の多くで、ブラフ人たちの子孫は、 自民族の固有言語を失ってはいるものの、その文化的影響を引き継いでおり、衣装や民族風習、山の民としての暮らしを維持しており、ルーマニア語やアルーマニア語に由来する地名は各地に分布している。ブラフ人の一部、特にルーマニアやモルドバでは、穀物の栽培も広く行われてきた。言語学者らによると、農業に関連する ラテン語の語彙からこの地方のブラフ人たちは古くから農耕を制御としてきたことが示されるとしている。言語学的な違いと同様に北方、ブラフと南方ブラフの文化的な文化は10世紀頃に起こっており、それ以降は独自の発展を遂げている。ルーマニアの文化はスラブ人やハンガリー人など周辺民族の影響を受けながら今日まで発展してきた。 19世紀には西ヨーロッパとのつながりが生まれ、フランスとの文化的結びつきが始まった。アルーマニア人の文化ははじめは羊飼いのものとして発展し、後に東、ローマやギリシャの文化の影響を強く受けている。ブラフ人の多くが正教会に属しているが、一部にはカトリック教会やプロテスタントに属し、さらに少数のムスリムもいる。 イストロ・ルーマニア人はすべてローマ・カトリック教徒である。バルカンのロマンス五住民に関する東ローマ帝国の最古の記録は、プロコピオスによる5世紀の文献に見られる。この中で、彼らの住む拠点として、スケプティカサス、バーヤラト州、ルポファンタナ、ジェメロ・マウンツの5つが記されている。東ローマの587年の年代記には、 東バルカンでのアバール人に対する攻撃が述べられ、ブラフ人に関する最古の文献上の記述とも考えられる。これによると、アバール人を迎え撃つために夜間に行軍していると、群馬に乗せていた荷物が滑り落ちたとき、後方にいた兵士が、トーナな、トーナな、触れた、と叫んだため、周りの兵士らが退却と勘違いして一斉に逃げ出したと書かれているが、これが、 最初のルーマニア語であったとする説もある。しかし、これは末期のラテン語であったとも考えられる。コンスタンティノポリス郊外のブラケルナへは、スキタイの太公ブラケルノスから名付けられた。この名前は、ブラックスと関連がある可能性もある。10世紀、マジャル人がパンノニア平原に到達した。彼らの欧米ラサン製の家臣によって記されたゲスタ・フンガロルムによると、 平原には、スラブ人、ブルガール人、そしてブラフ人あるいは、ポストロスロマノーラムが居住していたとしている。この文献は1146年に書かれたものであり、12世紀から14世紀にかけて、彼らはハンガリー王国、東ローマ帝国そしてジョジウルスの支配下にあった。1185年、タルノボ出身のペタルとアセウの兄弟は、ギリシャ人の支配する東ローマ帝国に対して、 反乱を起こして、チャール・ペタル2世を名乗り、復興されたブルガリア帝国の君主であると宣言した。翌年、東ローマは、ブルガリアの独立を認めさせられ、第二次ブルガリア帝国が成立した。ペタルは、ブルガリア人、ギリシャ人、及びブラフ人のチャールを名乗ったが、13世紀にはその、称号から、ブラフ人の名前は失われた。ありがとうございます。